言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパーズです、大山天くんと西川くんね、ザ・ファーストの参加していたバンガーボーイズオーディションですが、合格者が発表されました。7人グループということで、まあ、7人っていうのは最近本当に多いなって思いますが、まあ、BTS がそうだし BE:FIRST がそうだしみたいなところもありつつでね、で合格者発表されましたということで、まあ大山天くんと西川くん、いませんでした。合格者に TikTok で上がっておりますけどもね、まあ思い通りにはいかないなという感じでございました。まあなんていうか自分のエゴではあるしね、結局ザ・ファーストを見ていたからザストに出ていた子たちが合格してほしいとエゴではありますけれども、ただやっぱどうしても、なんていうかそこの部分に感情移入してしまうというかね、そうですね、なかなか難しいなと思いました。ニトベユウトくんが一番最初に脱落をしてしまったところも含めてだけど、まさかでしたね。本当にそれだけ他の子の実力が高かったということなのか、それともねバンガーボーイズオーディションの色というものがあってそういった部分だったのか、理由は分かりませんがね、えなんだかそうですね、いやーなんだろう、まあとにかく天くんにも西川くんにもそうだけど、どうしてもザスト見てた人間として天くんへの、思い入れっていうのはあるもんですから、今回の結果がなかなか受け入れがたいところもあります。そう、まあ実際のところやっぱりなんでしょうね、まあ多分それとこれとはまた別の問題だっていうか別のことだっていうのは分かっているんですけど、明らかに天くんがいた方がなんていうか話題性としては抜群だったろうし、彼のダンスのスキルは絶対に申し分ないと思うのですがっていうところはあります。ただ決めるのは私たちではなくね、プロデューサーの方ですし、そのオーディションというか作ろうとしているグループの色というものもあると思うので、ただね、天くんも西川くんもそのブレイキングとかブレイキンなのかなんかそういうパワームーブなのかそういうのやったりとかしてて、いろいろそういうのはすごくできそうな感じがするのだけど、なんだろうね、いやでもまさかですよね。そのなんていうか天くん、西川くん、ニトベくん全員落ちると思ってなくてね、まあそのオーディションで見てきた人たちだからっていうところもあるから、でも本当にこればっかりは運命の巡り合わせっていうことなんですかね。いや結果だってニトベユウトくんに関してもね、まあミッションはすぐにというか合宿まではいかなかったわけですけど、でも0年0組アブちゃんの教室では最終まで残ったし、天くんもそれこそねザ・ファーストで合宿まで行って、その前のねジェニックのオーディションでも最終まで残ったわけだし、まあ俊斗くんもそこにはいたけど、そうですね、なんかでもあれなんですよね、結局ダイスのプロデューサーの方が作るグループでもあり ABEX っていうところもあり、ここで天くんがデビューしてくれたらそれこそね、ABEX と BMSG の共同レーベルである BME に所属している BE:FIRST とね、そりゃ会えることも結構パターンとしては考えられたし、そういうのも思っていましたよ。なんでしょうね、オーディションっていう形ではなく誰かが本当にグループを作る形で天君が所属っていうのが本当は良いのかなって気がするけど、でも違うのかな、それは決めることじゃないし天くんが決めることだしね。で今回の多分ね参加したのもダイスのプロデューサーさんだし ABEX だしってことは、俊斗くんとかね BE:FIRST にも会えると、マーゼルにも会えると思ってくれたのかななんて、まあ別にそれは私が勝手に思ってるだけだけど、でもそういう流れでシナリオ的にはなんだろうな、漫画とか映画だったらそうなったと思うけど現実はそうもいかないんだな。いやしかもあれですよね、今日、9月の1日ですけど、レイちゃんザ・ファースト参加してね BMSG でトレーニーになって
でミッションミッションというかね、ランくんたちと一緒にトレーニーとしてやってたけど、そこのグループでのデビューっていう形ではなくなったけれども、ソロとしてデビューをするという形になったレイちゃんが、あのノーモアでプレデビューの形になってね。だから本当になんだろうな、ここで天くんもデビューして、あ、というか合格して、レイちゃんもプレデビュー状態でってなったら、こんなにすごいシナリオはないんだけど、そうもいかないんだなっていう、現実は脚本の通りにはいかないし、なんだか残酷だと思います。俺が神様で、まあ神様というか、この世界が一つのシナリオとかそういうものだとしたら、俺ならこういう脚本は書かないけどななんて思ったりするけど、でも仕方がないのかな。あの天君もでもまだまだ若いので、しかも日本はね、その韓国でやる場合っていうのは兵役っていうものがあるからあれだけど、日本だったらまだまだいけるしね。あのエンティームのケイ君も韓国でやるっていう場合にはなかなか難しかったのかもしれないけど、まあ、日本人だから関係ないかなっていうのも本当はあるんだけど、兵役とかでも、うん、日本からデビューっていう形でエンティームとしてデビューでそれでね行ったし、天君もまだまだこれからですよ、うん、だから何かまたやってほしいと思うけど、そうですね、まあ彼が今どういう状況かはわからないけど、なんだろうな、うん、まあでもそうですね、私が考えることでもないし、彼が決めることですもんね。でも音楽は続けてほしいし、音楽やめないでっていうふうにしゅんとくんからも言われてはいて、まあ、うん、それも全て私たちが決めることではないと。なんかあれですよね、どうも雑草脳になってしまって、うん、こうであってほしいっていうのがどうしても前に出てきてしまって、あんまり今冷静にはなれないような気がしているといいますか。そうですね、ちょっと、うん、そう、さっきまで実は、まあ、もしかしたらまだやってるかもなんですけど、あの大島リオくんのね、あの全然ザストもミショミショも関係ないことになっちゃったけど、 XY のねオーディション番組、うん、あ、もうゼロゼロも関係ないわ、ニトベくんも関係ない、あだいぶ動揺してるのか。あのリオくん、大島リオくんっていうね子がいて、 XY のあのオーディション番組ですごい人気だった子がいて、デビューをするという形になったので、なんか面白いなという形なんですけど、それを見ててね、その感じだったから、さらに天君も来ればと思ったけど、どうもうまくいかないなという形です。うんね、今後また何かしらがあれば応援はしていきたいし、舞台も見に行きましたしね、そうですね、何かしらまた本当に、うん、何かあればって思いますよ。まあそんな感じでございました。 TikTok の方一応上げておきますので、うん、まあちょっとね、なかなかこういう状況なんで、天くんだけではなく西川くんもいないし、あまりバンガーボーイズのグループを応援していく気合いは、そういう気は起きないところが正直なところで、ただまあね、そういうことを私の立場で言うのもどうかなと思いつつもね、ただまあそうですね、なかなか難しいところではありますけど、こうなんだろうな、まあでも ABEX のグループだし、結果的にね、ダイスのプロデューサーがやるグループにもなるし、まあそもそもダイスの花村聡太さんがボーカルのトレーニングみたいな感じだったようなので、そうですね、別件ってなんかないですかね、別件で、あの天くんと西川くんとニトベくん入れて何かしらないですかね。てか、うん、その3人一緒にして、そこに2人ぐらい加えてみたいな、まあでもそれも違うか、うん、それも違うか、そうっすよね、あのあんまり、そうですね、自分の思い通りの世界になんかはなかなかならないなというところもありつつで、ただやっぱり天くんには諦めてほしくないし、まだまだこれからもいろいろと頑張っていくっていうかね、天くんが歌って踊ってる姿、ラップをしてる姿をやっぱり私は見たいし、まあでもまあ自分の思い語ってるだけですからね、そう、何も気遣う必要はないわ、うん、天くん、あのまだこれから何かしらあったら、ぜひ何か挑戦していただければと思うし、
応援したいと思いますし、あのザストミーはみんな応援しますから、あなたのことを間違いないです。西川くんもそうだし、あのザストミーは応援しますよ、しますよ。でニドベくんもね、何しろあのミッションミッション参加してくれたし、それもあって、でそれは本当にやっぱり BMSG のファンとしては恩義を感じてます。でさらには0年0組も見ていた人間としては、やっぱニトベくんが成長していく姿っていうのも、こうなんか葛藤も覚えつつそうやってる姿っていうのは本当に見ていて、なんかすごくいろいろと感じることもありました。だからあのあなたは絶対実力もありますから、天くんもそうだし西川くんもそうだし、絶対にあの成功できると思いますので、まだまだ挑戦をしていってください。あの若いのでまだ本当にそう思います。まあ夢破れたおっさんからのねおせっかいってことにはなりますけども、うん、絶対にあなたたちは成功できると思ってます。はい、ということでございました。バンガーボーイズオーディションのねグループに関しても、なんか機会があればというか曲が出たら聞いたりはします。やはり天くんとね西川くん二戸くんが参加してくれたオーディションではあるし、やっぱり何かしらの縁というのはあると思うので、そういう風にします。はいはいはい、では、私はいろんな動画を撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。それでは失礼します。言いたいことは今日言っておく街角の語り部グランパンパースでした。